3号艇大場元明選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。気合でいきますとおっしゃってましたけど、はい、気合入りましたか。まあ、入ってましたけど、はい、はい。レースの前にはスタートして下がっていたのでという話もありました。そのあたりは。そうですね、松村選手とも言ったようにちょっと2人で下がってたんで、まあ、苦労するなと思ってたんですけど、はい。まあ、展開よく、はい。はい。準優の前にはキャブレターの交換がありましたが、それは効果は出ましたか。いや、もう特訓行ってやっぱ少し下がってたんで、ちょっとまあダメかなと思ってたんですけど、はい。それでは明日は船足に上積みを図り作業というのは考えていらっしゃいますか。まあ、なんか限界かなっていう感じもあるんで、本体の整備も考えてるんですけど、まあ、とりあえずはプロペラの調整で行けるとこまで行ってみます。はい。スタートタイミング今節はいかがなんでしょうか。感動いや、もう届いてないんで、はい、届いてません。行き足悪いです、ちょっと。はい。3号艇になりましたけれども、戦い方。そうですね、自力がないんで、まあ、さっきみたいな、人が行ってくれる展開の方がいいんで、まあ、3コースから5コースまで考えて動きます。はい。それでは最後にファンの方に向けて意気込みをお願いします。足はあまり良くないんですけど、展開が向くように、頑張ります。